じゃあすみません、よろしくお願いします。まず現在コンディションの方はいかがですか？まあ、普通でいつも通りです。順調に、はい、はい、順調です、はい。去年、まあ、2021年はこう感覚を取り戻す1年だというふうにこうおっしゃってたと思うんですけれども、はい、それについてはこうどのようなかあの感じで、まあ、2020年の、ジャオス戦が終わってから、まあ、1年ぐらいか休養して、でちょっと感覚鈍ってたんで、2021年は、まあ、感覚を、まあ、取り戻す、まあ、練習ですよね、試合含めて、はい。まあ、前回9月こう試合勝ってこうなんかこう取り戻すことができたみたいな部分っていうのはこうあるんですか？あ、なんか自分の感覚的になんかクリアになったっていうか、頭の中のイメージも全部クリアになって、だからすっきりした状態でこう挑めるっていうのが今あります。はい、分かりました。まあ、今年この、まあ、煽り映像とかでもレッドについて結構こう、まあ、熱くいくっていうようなコメントもされてると思うんですけれども、改めて、まあ、その、まあ、まあ、韓国取り戻してどういうお気持ちでこの2022年はこう戦っていこうと考えてらっしゃるんですか？いや、もうそれに一言に尽きるな、熱くいきますよ。まあ、暴れん坊になるってことですか？はい、改めてすごくモチベーションが上がってるっていう。いや、めちゃめちゃ上がってます、もちろん。はい、楽しみです。で、まあ、今回の、久村選手なんですけれども、どんな印象をお持ちですか？印象、まあ、兄弟で今イケメンで、まあ、浦部兄弟じゃないですけど、これからを背負っていく2人なのかなと思います。ファイターとしてはどうですか？ファイターとして、ファイターとしては、あ、まあ、特にないです。はい、まあ、久村選手はもう、コメントとかでも小沢選手はこう牙が抜けているとかあと、まあ、昔 の、 その、まあ、知名度だけで競馬に出られるようだったら、うん、もう自分が引導を渡すみたいなこう発言をしているんですけれども、それについてはどのように思われますか？毎回言ってるんですけど、まあ、まだ始まってないっていう感じですね、自分は。はい、K-1 のベルトも取れてないんで、まあ、始まってないかなと思います。はい、自分もまだまだこれからい、いや、もちろんそれは。はい、で、今回のこの試合ではこうどんな自分、どんなこう試合をこう見せたいっていうふうに考えてらっしゃいますか？まあ、一言で言えば暴れん坊みたいな。はい、それです。とにかく暴れ回りたい。そうですね、はい。この暴れん坊の部分なんですけども、最近その自分でもそのおとなしくなったなっていうふうに感じてるからなんですか？まあ、それは練習だったからじゃないですか。練習だったから、試合含めて、まあ、練習だったからですね。そのなんかその感覚をその失ってしまったっていうのは、単純に1年休養したからなんです か？感覚が失われてしまったっていうのは。完封し、感覚が、はい、そうです、失った、まあ、鈍ってたんで、まあ、1年も休めば、まあ、人間誰しも鈍るのは当然なんで、ちょっとそれを取り戻すのに時間かかったっす。はい、その間っていうのはその どういう感じだったんですか？その自分の歯車が合ってないみたいな、こうもやもやしたものを抱えてたんですか？うん、まあ、そうですね。うん、まあ、なんか自分の中でモヤモヤがあったんですけど、それが一気に今年になってクリアになったんで、なんか気持ちよく臨めるなっていう感じです。はい、先ほどの久村選手の、まあ、言ってみれば生意気な発言に対して、うん、カチンとくるとかないんですか？カチンと？いや、だから他人がそう思う、なんかその牙が抜けてとか、その時代終わったとか、そういうのじゃなくて、もう自分がどう思うかっすよね。なんか自分はまだ、なんていうんですか、まだ始まってないんで、まだこういう自分の時代っていうのが、だから特には思わないっすね。そうっすね、なんも。
今の小澤選手はこの階級でずっと戦ってきたわけじゃないですか、はい、まあ、久村選手はやっぱりそのどっちかというとやっぱ後から上がってきた選手、そういう選手に対してそのフェザー級はそんな甘いもんじゃないよっていうのを教えてあげたいってなりますか。そうですね、まあなんていうんだろう、まあ、今は何て言うんですかね、まあ、力を貯めて早く暴れ回って、まあ、試合で見せたいですね、2月27日に、はい、そのフェザー級はその自分と武選手が作ってきた歴史の階級だっていう自負はありますか。作ろうとして自分が頂点に立とうとして敗れたんで、まあ、そういう意味合いはないですけど、自分は最初からそのフェザー級に足を突っ込んだので、だからそれでその階級でそのベルトを取るっていうのが、まあ、自分の中での筋っていうか道理っていうかっていう感じてますね、そういうふうに。すみません、まだ始まっていないっておっしゃると、今回の試合で勝ってから小澤は、海斗は始まるんですか、それともベルトを取ってから始まりですか。ベルトを取ってからですよ。じゃあベルトを取ってから始まって、小澤選手はどこを目指していく感じになりますか。どこ、そのなんていうんですかね、自分の階級でベルト取ったら、まあ、おのずとその先が見えてくるんじゃないですか。その先は取ってみないと分かんないです。じゃあ最後、カメラ目線でファンの皆様へのメッセージをお願いします。2月27日、熱くいきましょう。